もフランチェスカです。今日は激辛企画に挑戦したいと思います。まずは絶対一人では無理だから、辛いものといえばこの人と紹介します。ダン、どうもゆかさんでーす。来ないの。今日挑戦するのは殺人うどんです。名前殺人うどん、そう、ちょっと物騒な名前ですよ ね。公式サイトに書いてた感じでは徳島で多分一番辛いであろう、なんか2種類2段階辛さがあるらしいですよ、うん、殺人うどんと殺人未遂うどん。めっちゃ本当に辛いのいける人やん。いやどうかな、若干楽しみにしておりました。私本当に辛いがダメなんよ。そうやね。そう、でもこの企画で辛いものを、めちゃくちゃ辛いもの、極端に辛いものを食べたら、うん、次なんか他に辛いものを食べた時に、うん、あの時のよりはマシだって、ね、思って、うん、ちょっとは辛いものを克服できるんじゃないかと、ゆかさんに事前に教えてもらったこれでちょっと胃粘膜保護をしたいと。胃粘膜保護できるかな。ヨーグルトとかに牛乳とか、乳製品本当は牛乳大嫌いなんですけど、チェニハルは変えられない気持ちで買ってきました。着きました。看板が映る、たのきゅうさんです。レッツゴー。店内に入ってきました。早速メニューを見て、ビッグカーマニア必見。殺人うどん、本当に書いてギネス認定されてる唐辛子の名前で確か、うん、カレーか麻婆か、どっちかってこと、うん、もう両方辛いけど、どうしよう。何かくれるの、足を。殺人麻婆うどん一つと、はい、殺人カレーうどん、はい、どっち。お願いします。お願いします。ゆかさんは今までに食べてきた中で一番辛かったものって何。赤辛鍋かな。あ、やっぱり今日秘策をまだ持ってきたんですよ。秘策でもないけど、よだれ垂れても汗かいてもいけるようにタオルとリップバームのめっちゃなんか濃いやつを持ってきて、これを塗っとったら辛くないっていうか痛くない。あ、唇はね。そう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 、よっぽど準備万端。怖いんです、めっちゃ怖いんです。お待たせしました、殺人は飴ちゃんついてるよ。怖い。水飲んだら余計広がって辛いらしい。そうそうですよ。殺人カレーですね。カレーの匂いすごい。暑いと辛いはやばい、ね、余計にきそうだね。行ってきます。行ってきます。うん、ごめん、あんまり面白いリアクションできんけど10からは火じゃないです。それより上。うん、あのだいぶきますね。全然顔見れてないですよ。あの、私は多分あんまりリアクションが面白くないんですけど、まあまあ辛いですよ。これは水飲んだらあかんやつです。いただきます。でもカレーの匂いせえへんもん。これが正しいリアクションですよ。マーボーの方が辛ないんじゃん。じゃあ食べてみる。じゃあちょっとトレードしようか。はい、ごめん、おいしいわ。私面白くないわ。ね、でもこれを乗り越えたら私も辛いものに耐性できるはずやん。やっぱりなんかごめん。ステッカーどうせなら欲しいよね。すごい苦しんでいる映像が撮っていますよ。フリーズしてるよ。いや、ちょっとなんかジェットがうだい出てくる、辛すぎて。3口目ですよ、これまだ。いける気がしてきた。麺完食です。口の中はすごい。我こそはという方は、うん、チャレンジしていただきたいと思います。いいですかね。ハイボール飲みたい。大変なことが書いてありますよ。胃腸の弱い方やお子様、辛いものが苦手な方が食べると胃の不調、腹痛を起こす場合がありますが、当店は一切責任を負いかねます。それでもチャレンジしたい方のみお召し上がりください。入ってきた。口
ビールの色がさ、そう、赤くなるよね。めっちゃ赤いよ。泡吹いたの人生で初めてや。泡吹いたの。体が危険を感じているなと私気づいたです。ごめんなさい、おかしい。この動画見て女の子食べれてるはいけると思ったら赤いよ、ほんまに。お汁まで全部飲んでね。あ、手の感じ。お汁まで。おい、やばー。おめでとうございます。ありがとうございます。可愛いよね、完食認定。見事ちょうどにね、完食しましたっていう記念のチェキみたいなのがいっぱいの人完食されてるみたいで、うんうん、私が弱いだけ。今ゆかさん、お付き合いありがとうございます。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録とよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。普通の辛味の入ってないカレー、うん、ないです。いただきます。辛いのを食べた後で食べると辛くなるのは分かる。でもめちゃくちゃカレー美味しいですよ。コクが。カレーうどんを普通に食べにこのお店に来てもらえればめちゃくちゃ美味しいと思うんで。